はい、どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回もイケケンの楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。はい、またまた楽天モバイル情報です。はい、ちょっとしばらくね、楽天モバイルのね、情報が続きますんでよろしくお願いします。はい、皆さんね、このトップのページ見てて、あれと思いませんでした。僕気づくの遅かったんだけど、ここになんか、ここ、左上のここになんか書いてある。で、多分ね、ここ、まあ注意書きみたいな感じでね、よくあるご質問で APN 情報についてってことなんですが、僕もあれ9日でしたっけね、楽天モバイルの、まあいつもコメントくださるね、方から、コメント方、ね、くださる方が富山にいらっしゃってですね、それで、まあ、2人してですね、僕と2人して、まあ、ライブしたんですよね。で、その子で、まあ、いろいろなスマホにね、抜き差しして、ああ、APN 設定がどうだ、わかんない、どうだ、とかって、そういうようなことをね、やってたんですが、そんな感じでね、まあ、僕ですらそんな感じだから、皆さんでもね、あれ APN 設定ちょっとどうなってんのっていう方ね、いらっしゃると思うんですよ。で、実は簡単な話でね、楽天対応のスマホに SIM さしたら、勝手にね、APN 設定がね、設定されますんで、その設定を、まあ、情報を見ればね、すぐわかることだったんですけどね、簡単に言うとね。一応ね、ここに左上によくあるご質問で APN 情報についてってことをね、書き加えられたんでね、ちょっと僕見ていきますね。はい。じゃあちょっとね、ここね、APN 情報を確認したいということで、お送りします。はい。楽天モバイルのね、ご利用には楽天回線対応製品をご準備くださいと。で、楽天モバイルで購入された製品は、自動的にインターネット通信接続が完了しますので、お客様に APN 設定を行っていただく必要はございません。自動で、設定されない場合はこちらをご確認くださいと。要はね、こういうことなんですよ。僕も他のものでね、自動で設定されるものありましたんでね、そういうものを、まあ、用意すると、まあ、何も考えずに使えるんだけど、たまに設定されないやつがあるんで、まあ、そういう時は手動設定なんですけども、まあ、自動で設定されない場合はこちらをご確認くださいということで、これちょっとね、また見てください。まあ、ちょっとこれ一回終わったらね、見てみますね、リンクね。はい。で、楽天モバイル以外で購入された製品は、動作保証対象外となるため、ご利用はお客様自身のご判断でお願いいたします。はい。それから iOS13.3.1 以降では、音声通話の設定がボルテオンとなっている必要がありますということで、なお、iPhone、10以前のモデルでは動作しないことが確認されていますということで、皆さん、まず iPhone X 以前のモデルでは動作か、ね、しないということが確認されましたということで、楽天モバイルさんがね、公式な見解出されてるから、古い iPhone 使ってらっしゃる方は、ちょっと申し訳ないんですが、諦めてください。もしかしたらね、ごにょごにょしたらできるのかもしれないけど、まあ一応もう楽天モバイルさんがね、動作しないことが確認されたっていうふうにね、おっしゃってるんで、まあこれを無理やりね、できるかどうかはわかんないけど、まあそんなことしてもあんまり意味ないと思いますのでね、10R 以降のものをね、用意されると、まあ一応ね、お客様自身のご判断でってなってますけども、一応ね、逆に言うと動作確認するってことなんでね、これ裏を返せばね。はい。ここを一つお願いしますと。あと、ボルテオンとなっている必要がありますということで、ここもね、iPhone で使われる方は、ボルテオンになっているかどうかちょっと確認ですね。はい。で、あとは、楽天モバイルの APN 情報は以下の通りですということで、こういうふうになってますんで、これ、パシッと、よかったら、ここで、スクショをよろしくお願いします。はい。あ、ちょっと僕も今ここをスクショ撮っておこうかな。はい。今動画撮りながら、スクショ1枚撮りました。これサムネイルのね、バックこれにしておこうかな、一応ね。はい。ここ、ストップして、またよろしくお願いします。はい。あとはそんな感じだな。
あ、eSIM の初期設定の手順を教えてくださいとか、こういうのもありますね。ちょっと待ってね。その前に、さっきの、この先ほどのね、こちらをご覧くださいっていうところをちょっと見てみますんでね。自動で設定されない場合は、こちらをご確認くださいということで、ちょっと見てみますね。はい。これ、まずですね、SIM カードをスマートフォンにセットしても開通しない場合ということで、SIM カードをスマートフォンにセットしても開通されない場合は、ご自身の状況に合わせて以下の手順をお試しください。また、一部の機種はソフトウェアのアップデートや、ビルド番号の確認が必要となりますということで、開通手続きは楽天回線の、県内、一応パートナーエリア含むってなってますね。で、電波がつながりやすい窓際、もしくは屋外で行ってくださいということで、これ、赤字で書いてあるんでね、これだけちょっと注意事項ですね。開通手続きは、要は、電波がつながりやすい場所で行ってくださいということですね。はい。そして、新規の電話番号でお申し込みの方の開通手続きに関しては、SIM カードを製品に挿して電源を入れると。で、数分お待ちいただきますというふうに書いてありますね。で、それでも状況が変わらない場合は、再起動、もしくは、機内モードのオンオフをお試しください。インターネットができるように、利用できるようになれば完了ですということで、はい。こういうこともあると。逆に言うとね、認識されない場合があるので、まず認識するのに数分かかる可能性があるってこと、まず一つと、それと、それでもね、認識されない場合は、再起動もしくは、機内モードのオンオフですね。なんか昔そういうことあったね。昔のスマホでね。そういうことありましたよね。なんか電波調子悪いからね、機内モードオンオフにしたら治るよとかね、再起動したら治るよとかありましたけど、今最近でまたね、久しぶりにこんなの来ましたけど、こんな感じで、インターネットが利用できるようになれば完了ってことでね、よろしくお願いします。はい。それから、MNP でお申し込みの方の開通手続きに関して、僕ですけどね、旧 SIM カードの入った製品およびインターネット通信可能な PC やスマートフォンをご用意くださいと。で、マイ楽天モバイルにアクセスし、お申し込み履歴から MNP 開始ボタンを押します。そして旧 SIM カードの通信が圏外になったことを確認してください。そして新しい SIM カードを製品に挿して電源を入れてください。それから数分お待ちいただきます。で、状況が変わらない場合は再起動もしくは機内モードのオンオフと。で、インターネットが利用できるようになれば完了ですということで。こういうことなんですね。で、これ要は、今旧 SIM カードだけだと、これダメなので、新しい SIM カードが到着ね、送られると思うんで、それ到着してから、マイ楽天モバイルにアクセスして、この MNP 開始ボタンを押して、ここを手続きするってことですね。そういうことですね。はい。それからですね、以下の機種をお持ちの方、これ前にもね、情報出したんですけどね、もう今一度ですけど、ソフトウェアのアップデートが必要ですと。で、これソフトウェアアップデートできたら、そのまま多分使えると思いますね。挿しただけで使える、認識されると思いますんでね。はい、アクオスゼロ、アクオス R2 コンパクト、アクオスセンス2、アクオスセンスプラス、アクオス R コンパクト、アクオスセンスライトですね。それから、リノジュバイズームですね。それから AX7、リノ17プロ、ファインド X ね、OPPO ですか。それから、ファーウェイの P30 ライト。ファーウェイの P30 ライトと、ファーウェイのノバライト3なんですけど、これは、そのビルド番号、これファームウェアアップデートもそうだし、で、ビルド番号ですね。これが、括弧内の最初の桁ね、ビルド番号の、括弧内の最初の桁が C635 の製品。これ確か SIM3 っていう意味合いだったっけな、これってね。この製品がソフトウェアアップデートによって楽天回線に対応しますということでね。はい。この2つね、ノバライト3と P30 ライト僕2つ持ってますんで、この2つは安牌だと思いますんでね、よろしくお願いします。はい。そんな感じですかね。ここちょっと今戻りましょうか。はい。こんな感じで、
まあ僕もまだ見落としてるというか、今一度その見てみたら、やっぱいろいろなことがありますんでね。なんか、未だにね、この今現時点でも、未だに、要は開通して、うわーやったーとかね、そういうようなことを言われる方、それから、連絡来ないんですけど、これどうなってんだっていう方もね、そういうコメントも結構ね、あるんで、ね、僕も実際そうじゃないですか。なもんだから、まあ、ちょっとお手数ですけど、僕のコメント欄のところにね、なんかいろいろ書いてあるので、まあ、もしよかったらね、ちょっと見てみてください。最近の動画5、6本ぐらいのところに、コメント集中してると思いますんで、まあ、そこら辺のとこもしね、見ていただければなというふうに思います。で、あと僕今、コメント欄ね、ずっと見てますんで、ここは、動画にしといた方がいいなと。僕今、視聴者の方のコメントにコメントで返してないんですよ。時間ある時に返しますけど、その方にコメント返せるんじゃなくて、その動画にこれ取り上げた方がいいんじゃないかっていうやつ、今たくさんね、コメントあるから、それを短い動画か長い動画かわかんないですけど、一つ一つね、動画にしていきますのでね、今日、明日、明後日とかね。逆に僕今できることっていうと、皆さんから有益なコメントたくさん来るので、それをもう一回シェアするってことね。で、僕、今、機種、SIM がないもんだから、機種で何が使えるとかっていうことは、僕よりも、どちらかというと他の方の動画見られた方が、もしかしたら有益な情報かと。で、僕のところにもあるんだけど、それは、皆さんコメント欄見てちょっとね、判断してみてください。優先順位からすると後になると思いますんで、僕、また後で動画出しますんで、もしね、お早めにっていうかね、いろいろなことを思われる方だったら、まあ、ツイッターで検索するかね、まあ、コメント欄見たらね、あったり、まあ、それか他の方の動画とかに出てきますんで、それでまたね、よろしくお願いします。一応僕、どこかのタイミングで、この機種は使える、この機種は使えないみたいな、この単発でね、短い動画出すと思いますんで、まあ、要は検索するじゃないですか、そういう人たちってね。なんとかのね、楽天モバイルで使える機種をまとめてみた、使えない機種をまとめてみたっていう、そういうような動画の出し方ももしかしたらいいのかもしれないですけど、皆さんは多分そういうようなことで検索するんじゃなくて、ノバライト3は使えるのかとかね、P30 ライトは使えるのか使えないのかって、そういう検索の仕方をすると思いますんで、僕もちょっとね、時間、出てきたら、これは使えるっていうふうにコメントで出てきてます。これ使えないですみたいな、一問一答的な感じで動画出しますんでね、また、もうしばらくお待ちください。今ちょっと他の動画も出したいものがありますんで、まあ一応楽天モバイルの動画、バババッと出しますので、数日で、出し終えますんでね、しばらくちょっと、まあ、1日5本とかね、動画出すと思いますんで、まあ、またちょっとよろしくお願いします。はい。ということで、今回の動画は以上です。はい。まとめますというか、今回はメインはこれね。APN 情報ですね。これよろしくお願いしますね。はい。ということで、今回の動画は以上です。この動画参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで、危険でした。では、また。